ナイスガイことグランブル。まあなんやかんやでね、うちのパーティーのエース格にね、成長いたしまして、まあ、本当にね、顔もだんだんかっこよく見えてきたというかね、本当にそんな感じなんですけども。そういうわけでね、本日はちょっとグランブルについて調べてみました。顔のおっかないグランブルなんですけども、ポケモン金の図鑑説明文によるとですね、本当は臆病で怖がり、襲われると必死に手足を振って敵を追い払おうとするってね、なかなか可愛らしいところがあるっていう。やめろーっつって、パタパタパタって。ねえ、ギャップ萌えですよね。ただそんなグランブルなんですけども、ポケモン総選挙では634位。これはフェアリータイプのポケモンの中で最下位であるって。まだね、このポケモンブラックの段階ではノーマルタイプですけど、まあ、後にフェアリータイプにね、変更されて、で、その中でね、一番人気がないっていう。ねえ、なんとかね、僕は動画で頑張って活躍させて、ちょっとでもね、グランブルの人気を上げてあげられたらな、と思う所存でございます。でね、調べた中でちょっと一番ショックというか、あ、マジかって思ったのが、素早さが致命的に低いってね、結構いろんなところで書いてあるのね。なんかだから対戦で生かすときはなんかその素早さの低さを逆手に取るとか、それをカバーできるようなことを考えようぜみたいなことが結構ね書いてあって、え、素早さ低いのと思って、うちの中では結構ねスピードスターというか、そうなるとね、グランブルが遅えとなると、うちのチームって本当にもうノロマばっかりというか、マジでやばいよね。指を振るしか使えないのにこのノロマ揃いだったらなーって思っておる今日この頃でございます。どうも、みつみついと申します。ポケットモンスターブラック、指を振る縛り、今回もやっていきたいと思いますけども、今回はですね、ジム戦でございます。もうね、ジム戦をやるので何卒よろしくお願いします。はい、じゃあ行きましょうか。ジムはどこだい、ジムはどこだ、ジムはどこだ、あれ本当ジムどこだ。おい、お、出たな、サングラスの下道だか街道だか、おいしい水ありがとうね、いつも、できれば水じゃなくてもっといいもんくれって思うけど、ありがとうよ。ここだけの足、飛行タイプで岩、電気、氷と意外に弱点多いですよ。その技が出るといいね。なのでそういったポケモンの技を使いこなせば勝利も、だ、技とかの話しないでくれる。俺ね、技が出せないんだって、そういう狙って。この人は大砲に乗り込んでいって進んでいくんですよ。マジか、へえ、人間大砲が絶対危ないよね。絶対安全保障がなされてないって。じゃあ行きます。大砲はどれ、これ、まずこれに乗ってドカーンといって、で次これに乗って、ラグ、大丈夫か俺、反動とかちゃんと考慮されてんの？ん？乗る方向にともしかして飛ぶ方向が違うとか、そんな感じだね。危ねえな。でこれとさ戦うと、ほらここの連中ヘルメットつけてんじゃん。ヘルメットつけてるからさ、俺もヘルメットぐらいつけないとやばいんじゃないかい。このキャップで大丈夫、キャップで。いささか不安でございますけど、2匹クリフ、ハトーボ、あ、ハトーボ結構さっき苦戦させられたんだよね。挑発を持ってたからさ、挑発やられると正直何もできないんですわ。で見切り持ってるでしょ、正直そういう技構成だったら結構しんどいんですよね。うん、玉投げどんな問題、威力は、うん、あでも5回当たれば割と悪くもないぐらい、3回か。まあ、エアスラッシュなら全然いいですよ。もう、何回やってくれてもね。うわ、挑発だ！出た、クソ技。これされたらもう何にもできないからね。ヘビボム、わかんないけど、もう倒してくれ、それで。それが何なのか知らねえけど。オッケーオッケー、もうなんかわかんないけど。勝てば官軍よ。うわ、波動棒きつい。コアルヒ、コアルヒ大好き。しかも多分イチャモン使わない、イチャモンじゃねえ、挑発。大好きなコアルヒを倒すのは忍びないけど、
倒させていただく。で、鳥系ってことはでも羽休めとかみんな持ってそうで、あー青い炎は多分炎系だ、当たり前だけど効かないよねそんなに。うん、アクアリング、わお、こいつもそういうの持ってる。そういうのっていうかこの指を振るに対してきつい技。うん、八つ当たりダメだ。もうこいつ多分そこそこ懐いてるから。え、結構、あ、急所か、よかった。結構効いて、ちょっと一瞬あれって思った。うわ、ここに来てもまだ壁とか張るんだ。なんで暇なやつなんだ。そんなことしたって俺には勝てないぞ。こういうことになるからね。効果今一つだったな。まあいいわ。よしよし、お荷物もそんなに弱いわけじゃないからね、結構使えてる。下っ端くんよりはね、まだ使えてるね。よし、こっち行って、あばー、あ、どうもこんにちは。あれあれ、じゃあどっち行ったらいいんでしょうか。入る方向間違えたかな。まあ2匹か、コアルヒーか。とりあえずアクアリングだけ幼虫だね。アクアリング以外はさっきそんなに大した技使ってこなかったから、ただアクアリングはまあ使うだろうなって感じがする。だから一発で倒してほしい。うわ、また炎技使ってる。必ず水タイプに炎技を使うね、もう絶対アクアリング使うから。まあまあ、次でね電気技とか出してくれたらもうチャラにするけどね。おお、使った、本当に偉すぎる。電気技はもう4倍よ、4倍。ざま、コロモリ、コロモリな、コロモリなんだろう。混乱させる技とか持ってるかもしんないからな。ちょっとさすがにあんまり遅いやつ出しにくいね。ほんと指を振る系にスピードのあるやつがいないのがしんどい。スピードが遅いとね、もうそれだけでなんか、あー倒せなかったか。1ターン目でここまで弱らせたっていうのはかなりでかいと思うし、回復系持ってないよな。うんか、いいね。こういう系なんか今日よく使ってる気がするな。そういう日なのかな今日、うちのパーティー、噴火噴煙の日。こっちから乗れるのか、あ、乗れるな。で、こっちに行くとする。うん、戦わなきゃいけない。まあ、それはしょうがないな。どうせこういうのって、だいたい、よくて8割ぐらいのトレーナーと戦わなきゃいけないからね。戦う率が低くて8割だと思う。多分高いところだったら 100% どうあがいても避けれないジムとかあると思う。ケンホロー、いや、俺はケンホローの強さにビビってるんじゃない、挑発にビビってるんだ。挑発さえしなければ正直何でもいい。挑発だけが俺は怖い。見切りもまあまあ怖いけどね、怖いっていうかされたくない。ただ見切りなんかよりもよっぽど挑発のが怖い。おいだ、俺素早く下がっちゃうんだよな、それきついよな。お願い、挑発だけはしないでください。ありがとうございます。急所か、関係ねえ関係ねえ。今まで倒せ倒せ、もうここで倒しとくしかねえよ。どうだ、よし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 、オッケー、40、へい40、エース爆弾。危なかった、もう挑発が怖すぎる。よいしょっと、
こっちから乗り込んで、こう行くと。これはもう戦うしかないんだな。なんかジムリーダー、なんか前になんか変な輪っかみたいなのあったけど、あれくぐって、やーって感じで行くのか。なんかあれだね。すごいなんかバカみたいな生き方で。こいつはメロメロだったな、さっき使ってきたの。うわ、よりによって、メス先頭に出しちまった。こんな時に限って、まあ、瞑想ならまだいいや。瞑想ならね。構わん構わん。まあ、特防が上がっちゃうってのはしんどい。もう特攻は最悪上がってもいい。エアカッターはどの問題？全然だね。まあまあまあ。これもそこまでじゃないと思ったんだけどね。うわ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 、これ結構きついな。ちょっと一旦下っ端ガード、下っ端ガード、下っ端ガードからの暴力かな。ここはちょっと耐久がないときつそうな感じです。うわー、しかも上げられちまうな。お、特防がクッと下がったけど、今めっちゃグーンと上がってるからな、今。まあ、もう一回ド忘れさせたっていうだけでもいいかもしんないね。で、ここで物理を当てるって。特殊の方で言ってもしょうがないから。そうそう、そういうの。これ悪くないんじゃないか。よし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 。まさか往復ビンタで決めれるとは。オッケーオッケー。HP の伸びがいいな、やっぱデスっちほどじゃないにしろ。お、肉まんも。うち全体の HP が高いんだよな。やっぱノーマル系だから。さて、ちょっとあれだね。回復に戻りたいんだよな。戻り方がわかんない。これ戻れる？戻れないのでは。壁ぶつかったぞ。ほら、あ、でこれ乗れば戻れるか。よかった。今回復戻れなかったら結構きつかったな。よかった。はいはい、じゃあそんじゃあね、ジムリーダーの方に挑んでいきたいと思います。どいっ。うふ、お待ちしておりました。私自慢の吹き寄せジム、大砲での特訓楽しかった。まあ、正直体にガタが来てると思う。今結構歩けないような足腰になってると思うよ。じゃあね、今度は私ともっと楽しいことしましょう。なんだその意味深なセリフは。どんな、お、なかなか可愛らしいっていうか、もっとなんか大人な感じかと思ったら結構幼いね。うわ、でもすごい格好してる。そんな布が少なくて大丈夫かい。裏若き女子が男性の前に。お、心盛り。これメロメロ使うかな。ここのトレーナーは少なくてもメロメロを使ってきた。ただメス同士ならまあそっちの毛がなければメロメロは効かね。あ、なんかド忘れも積んできたな。まあ、ただね、特殊技を出すか物理技を出すかね、肉まんのご機嫌次第なんで、そこはね、開けた方が意味ないかもよ。ほらね、意味なかったでしょ。しかもこれで麻痺が入ればでかい。あー、入んなかったか。まあまあまあ、初手としては全然悪くないね。アクロバット、おー、アクロバットは、アクロバットってなんか追加効果みたいなのあんのかな。なんかあ、マジカルリーフはダメですね。しかもこれで回復されちゃうんじゃないか、下手すりゃ。まあ回復されても別にいいはいいんだけど、別にね、早め早めに切らす方が全然いいから。正直心盛りは、今のところそんなに大したことないんじゃないかなっていうのが私の感想ですけどね。こっちがね、ちょっとこっちのね、技の引きが悪いっていうだけで、ド忘れを積まれんのはまあ鬱陶しいけど、物理引ければね、その辺は関係ないから。ド忘れなら別に炎の誓いは、あ、でも特殊か、これ積まれてるからきついね。やっぱハートスタンプは効果あった？なんか効果ないよね。ハートスタンプってなんか指を振るでも出たけど、効果何なんだろうか。お、左
秘密の力は何？何タイプの秘密の力が出たんだろう今の。お、すごい傷にもう2回切った。ジムリーダーで2回までだっけ ?3 回使ったっけ。俺も2回切らしてるってでかくねマジで。あれ、あ、でも気候だ。うわ、効かね。効かね。やらない方がいいレベル。もはやこんなの。ハートスタンプって俺正直わかんないんだよな、これ。なんか変な効果とか、あ、ひるむのか。ひるむの嫌だけどね。嫌だけど、そんなしょっちゅうひるまんよね。2回連続とかさ。よし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 。肉まんの PB 結構削られ、自爆棒まさかな。ごめんよ、肉まん。まあ、君の犠牲とともに、心盛りは倒せたけど。はあ、次どうしよう。次、ここでナイスガイ切んの怖いしな。ちょっと、お荷物あたりで様子見よう。ちょっとまさかこんな、うわ、ケンホロ出た。うわ、しかもメスだ。なんか見た目違うなと思ったら。うわ、挑発された。スーパーしんどい。なんぜか睨みつけるぞ。睨みつけるとか別に全然されても、そんぐらいならって感じだけど。これ、早めになんか状態異常とか入れないときついんだけど、何をやってるのかな、君は。とりあえずもう下げられたのが嫌だから上げとこうみたいな、なんかそういう。なんか。あれ、技弱いぞ、今んとこ。なんか。最初の草むらとかに出てきそうな技ばっかりだ。なりきり。なりきりって何ですかね。あいつになりきる。ハトムネ。で、これ、技の構成弱いね。挑発っていうか、挑発使ってこなきゃまあ何でもいいんだけどね。まあできれば見切りも使ってほしくないけどね。うん。エレキボール、よしよし、いいの出た、いいの出た。これ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 。お待ちしておりました。弱い。エレキボール、クソ弱え。え、マジ何これ。いらないの。今のいらない子なの。一応回復させるかな。お荷物でも。まだ PP あるしな。お荷物でもこれだけ戦えちゃうってことは、あいつ手があんま強くないっていうのが正直なとこなんだけど。これ挑発は持ってないのかな。電光石火にらみつける。あとなんか使ったっけ。なんだっけ。あともう一個ぐらい。かまいたちは今初めて出たから。電光石火にらみつける以外なんか使った。あいつ電光石火にらみつけるかまいたち以外で使ってないなら、もう俺多分勝てると思うけど。ほんとあんまりね、調子に乗るとフラグみたいになって嫌だけど。でも全然効かないな。あいつ硬いのかな。甘いたちってなんだ。なんかこうそんな強いのかな。さっきはそんな強い感じがしなかった。シンプルビームね。はいはい、単純になっただけ。そんなに強い印象はないな。なんか、これなんか追加効果とかあったらあれだけど。ここで根を張ってもお前そんなにもう攻撃できないから。張るなら最初の方だな。かまいたちばっかしてくるけど。それが何ですのって。まあ、2ターンかかる割には全然強くないんだけど。当たんねえ。奥端砲当ててほしかったな。弾砲はまあまあ、なんか、ああ、急所に当たると痛いけど、まあ、でも2ターンかけるほどかなっていう。潮吹き。あいつなんか防御かてえよな。こっちの攻撃弱いだけなのかな。ラストアタック、僕、弾砲好きね、もう。まあ命中率下げたからそれでよしとするか。さてもう PP がないので交換しましょうかね。一応暴力当たりにしとく。え、なんで、あ、根を張ってるから戻せないってこと。え、マジで。うわ、ちょっと待ってくれ、これきついな。技使えないでしょもう。え、何してりゃいいのこの間。ちょっと待ってくれ。指を振るゼロだが、今戦うにしちゃうと悪あがきになっちゃうから。悪あがきはレギュレーション違反だが、なんか
延々となんか無駄なことしなきゃいけないの。こうモンスターボールとかを投げて無駄なターンを過ごすしかないよね。だってこれしかやることないんだもん。ちょっと早倒して頼む。だって戻せないし技も使えないし、しょうがない。俺だってやりたくてやってんじゃないよ。早倒してくれ。電光石火とかそういう弱い技じゃなくて、もっと強い技出して。俺のボールももったいないんだってマジで。あ、でもボール減らないんだ。それからずっと2個のまんまだもんね。いいねこの作戦。当てろよお前も。早く。オッケー、ありがとう。ありがとうっていうのも変だけど、根を張るって、そうか、戻せないっていう効果があったな。まさか自分に苦しめられるとは思わなかった。で、こいつが大したことないっていうのは十分分かりきったので、エアスラッシュ持ってたのかよ。なんでさっき使わねえんだよ。わあ、回復だ。ミルクのみだ。完全に牛乳瓶のイラストだったけどね。完全にどっかから普通に市販のやつ飲んだでしょ。ヒルムの鬱陶しいな。もうなんでさっきエアスラッシュ使わないでここに来て急にバンバン連発。さっき使ってくれよ。なんで今なんだ、わけわかんねえ。驚かし、効果ないよね、知ってる。なんかわかんねえ、もう急にエアスラッシュすげえ使ってきた。なんでこう暴力になってからエアスラッシュなんだろう。なんかわかんねえけど、まあ、聖なる続きでおしめよ。なんかね、敵に対してなんかナメプするとかあんのかな。うわ、のしかかりめっちゃ使いたい。でも使えないんじゃ。スワンナー、コアルヒーの進化系。ただ僕はコアルヒーのが好き。肉まんかな。肉まんピピどれぐらいだっけ。あと9回か、いいぐらいだね。まあ倒せたらいいなっていう。でも回復は切らしてると思うので、相手の持ってる技次第だね。とりあえず挑発がなければ何でもいい。まあ、アクアリングぐらいはもうしょうがないかな。いやーエロいなこの子もうエロいなっていう感想しか出ない。アクアリングか、まああるよね。我慢しましょう。はい、一撃必殺系が出たらもう勝てるんだから。雪なだれは効果抜群になるかな。なんないか。なんないんですね。本当にありがとうございました。また一つ勉強になった。ツバメ返してひるむっけ、ひるまないっけもうポケモン知識なさすぎんだろ俺マジでもうちょっとね。ああ炎はダメだな相手水だからな。あんま水技使ってこないけど、アクアリングぐらいしか。アクアリングでね、回復されちゃうからな。なんかね、あんまいたずらに交換したりこっちも回復させたりみたいな。エアロブラスト、ルギア爆弾どれぐらいですか。ああ惜しい惜しいっす。もう一か八かかけて攻撃だ。倒されないように。お願い。30は効かないよね。あ、効くか効くか。ちょっと冷静さ書いてたな。もうナイスガイ、君に決めた。俺の友達出てこい。ナイスガイ。先手取れないかね、なんとか。やっぱ取り系は早いな。で先手でエアスラッシュだとな、ひるむんだよな。ラスターパージは鋼は今一つになっちゃうかね。おお、ならなかったけど、あとちょっと倒せなかったくそ、アクアリング
さえなければ。ひるむな、いけ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 、もう何でもいい、はたくでも体当たりでも。はたくが出た、本当に倒せるか。よしよし、オッケー。今までで一番しょうもないなんかフィニッシュブローのような気がする。はたくで倒されるのは辛かったろ。あなたと戦えて私強くなれたからありがとうね。どうだろうね、はたくで倒されたの君最後ベチって。あなたってすごいポケモントレーナーのね、ある意味な。久しぶりに本気でポケモン勝負できて私もポケモン幸せ。これはリーグ公認のジムバッジ、あなたに似合うと嬉しいな。お、なんかこれは普通に良さそうだね。なんか募金した時もらえそうなデザインだけど。次のジムバッジかっけえ。なんかよかった、ジェットバッジ、お名前かっこいい。うわーすごいわね。それだけジムバッジからレベル70までのポケモンはあなたの言うことを聞いてくれれば、おー洗脳し放題。あとすごく幸せだったポケモン勝負の俺にこの技ましを受け取ってしな、いりません。技ましいりません。アクロバットって何なのさ、本当ただの菊丸だべ。プレゼントしたアクロバットは道具を持っていなければ はあなるほど。え、君威力2倍であれだったの、余白ね。道具を持てないデメリットあなたがカバーしてあげて、後ろで薬使いまくれと。それはネジ山を越えて石化して飛んだ時プラズマ団でした、あ違う、ダークヴァンパイアでしたっけ。あの人たちが町に向かって行ったんです。どういう人たちなのかな、あの怪しい宗教だね、一言で言えば。まあいいや、俺には関係ないことだ。行きますよ。わあ、うわ、お前ここでバトルじゃないよな。今無理だぞ。分かり合うためといい、トレーナーは勝負で争い、ポケモンを傷つけ合う。僕だけなのかな、それがとても苦しいのは。まあいい、君のポケモンと話させてもらう。僕が生まれた頃にポケモンと暮らし育ったからね。人と話すより楽なんだ。だってポケモンは絶対に嘘つかない。ちょっと勝負じゃないね。ほんと勝負ダメだよ。ハピナスだね。ミツはどんなトレーナーか教えてよ。そうか、ミツはカノコタウンで生まれ育ち、母親と二人暮らしなんだ。ポケモン図鑑をきっかけに世界を、見解するための旅をしていると。そしてこのハピナス、なぜだか君を信じている。いいね。すべての人とポケモンが君たちのに向き合うなら、人に利用されるだけのポケモンを解き放たず、ポケモンたちと人の行く末を見守ることができるのに。ゲイツはプラズマ、ゲイツはダークヴァンパイアを使い、特別な石を探している。そんなもん、ライトストーンとダークストーン。その伝説のポケモンはその肉体が滅ぶとストーンとなって眠りながら英雄の誕生を待つ。そのストーンから伝説のドラゴンポケモンを蘇らせ、友達なり僕が英雄であることを世界に認めさせ従わせる。長えなお前のセリフ、本当にベラベラ喋るな。僕の夢は争うことなく世界を変えること。力で世界を変えようとすれば反発する人も出るだろう。その時傷つくのは愚かなトレーナーに利用されてしまう無関係のポケモンたちだから。そう、ポケモンは人に使われるような小さな存在じゃないんだよ。お前もトレーナーだけどな。その結果、君たちのお互い向き合ってるポケモンとトレーナーを引き裂くことになるのは少し胸が痛むけどね。だったらちょっと俺だけ免除とかしてくれたらいいんじゃないかな。そんな悪平等にしなくても。というわけでですね、このパートはここまでにしようかなと思います。なんとかね、ジムにも勝ちましたので次の街に行ってね、あのダークヴァンパイアの野望をねプチッと潰しつつもチャンピオンをねこのまま指を振るだけで目指していけたらなと思います。次回ポケットモンスターブラック指を振る縛り N こと中川は30手前でハゲるの巻、よろしくどうぞ。ではお疲れ様です。